世界的ボーイズバンド BTS の最年長メンバーで、現在兵役中のキム・ソクジンが、またしても世間の注目を集めている。過小評価されていたにもかかわらず、ジンは自分の価値を証明し、軍隊での功績を認めてもらうことに成功した。芸名で知られるジン、新兵訓練教官補佐を務めながら、軽機道極側の歩兵第5師団で新兵訓練。 共感補佐を務めていた時だ。軽機動極側の第五歩兵士団で新兵訓練共感補佐を務めながら、卓越したリーダーシップを発揮した共感補に抜擢されるほど上官の信頼を得た。ジンの功績はそれだけにとどまらなかった。トレーニングの卒業式でジンはカンパニーリーダーの栄誉に良くした。この役割は非常に重要であり。 指揮官や仲間からいかに信頼されているかを示すものだった。その功績により、ジンはサクセスメダルを授与された、サクセスメダルとは、訓練中に献身的で優れた成績を収めた兵士に与えられる賞である。この賞は、ジンが BTS のメンバーとしてエンターテインメントの世界で優秀な成績を収めただけで、なく、その能力を発揮することができたという明確な証拠である、 今回の受賞は、ジンが BTS のメンバーとしてエンターテインメントの世界で優秀な成績を収めただけで、なく、軍における将来の強力なリーダーとしての能力も証明するものである。ジンの快挙は、兵役を終えたことと重なる。しかし、BTS を要する事務所 HYBE と民秘人をめぐる論争が現在巻き起こっている、ことも、この幸福を彩っている。 とはいえ、ジンの兵役での功績は依然として脚光を浴び続け、各界から称賛の声が上がった。ファンだけでなく、ジンの同僚兵士や軍の上官も高い評価を与えた。キム・ソクジンは献身的でリーダーシップを発揮する。彼は理想的な兵士の見本だ、と歩兵第五師団の指揮官の一人は語った。しかし、その喜びもまた。 現在、HYBE を巻き込んでいる論争によって彩られている。BTS の所属事務所である HYBE と、そのクリエイティブエグゼクティブの一人である民ミ人。民ジ人は、BTS がチャートを操作し、ダウンワールドの一員であると非難した。民ジ人は、BTS がチャートを操作し、彼らが学んでいたサイバー大学を中心とするカルト教団。 ダーンワールドの一員であると非難した。他にも様々な抽象が BTS に投げかけられ、泥沼化した。しかし、民兵ンは HYBE に宣戦布告した。この確執の結果、様々なプロデューサーやクリエイターが民ジ人を告訴した。疑惑に直面した HYBE は、民ジ人に対する内部監査を行った。 民妃人がクーデターを計画したという疑惑を裏付ける証拠を発見した。HYBE は迅速な対応で民妃人にこれ以上の影響を避けるため、直ちに HYBE と彼が率いるレーベルアドルを去るよう求めた。ジンが軍務から復帰したことでファンは彼の存在が安定につながることを期待した。ファンはジンの存在が状況を安定させ、 物議を醸す中で BTS の立場を強化することを期待した。しかし、人々の喜びと熱狂の陰で、ジンは責任と心配の重荷を背負うことになる。最年長のメンバーであり、BTS の柱の一人であるジンは、グループと会社の安定と幸福に責任を感じている。兵役も終わり、ジンは BTS に復帰する予定だ。ジンはまもなく BTS に復帰し、 音楽業界での輝かしかし兵役中の思い出と成果は常に彼の感動的な旅の一部となるだろうアーミーにとってジンはアイドルであると同時に忍耐と努力はどこにいても必ず報われるということを証明してくれた兵士でもある HYBE の安定を取り戻し BTS をさらなる高みへと導くために 人には大きな期待が寄せられている。一方、HYBE は民秘人との対立を解決するための努力を続けている。HYBE の担当者は、私たちは、この問題を可能な限り公正かつ透明な方法で解決することを約束します。私たちの焦点は、BTS を含む私たちの会社とアーティストの完全性を維持し、 真実が明らかになるようにすることですと述べた。これらの措置により、HYBE は社会的信頼を回復し、BTS が活動しやすい環境を作ることを望んでいる。BTS をはじめとするアーティストたちが今後も活動を続け、より高みを目指していけるような環境を整えていきたいと考えています。そんな心配の中、ジンが朗報を届けてくれた。 兵役から解放されるちょうど17日前、ジンは Spotify で10億ストリーミングを達成し、新記録を打ち立てたのだ。この異業は、初の公式ソロシングルとなったソロ曲、ザ・アストロノートが主な要因だ。世界中のアーミーがこの異業を熱狂的に祝った。ハッシュタグハッシュタグジン 1bSpotify とハッシュタグザ・アストロノートは、様々なソーシャルメディア上でトレンドとなった、というハッシュタグが様々なソーシャルメディアでトレンドとなり、 ファンから祝福とジンの努力に対する感謝の声が絶えなかった。BTS アンダーライン TWT のハッシュタグジンによる初の公式ソロシングル、ハッシュタグザーストロノートを聞いています、とツイッターに書き込んだファンもおり、アーミーコミュニティからの圧倒的な熱意と支持を反映している。この偉業は、ジンが世界で最も才能があり、愛されているアーティストの一人であることを再確認させるものだ。閉役中にもかかわらず、彼の音楽業界における影響力は依然として強く、 大きくなっている。この成功は、また、多くの人々にとっての希望とインスピレーションの象徴でもある。たとえ困難の中にあっても、献身と努力は必ず報われるのだ。兵役の終了が間近に迫っている、ジンは間もなく BTS に復帰し、音楽業界での輝かしいキャリアを継続することが期待されている。これらの功績は、常に彼の感動的な旅の一部となるだろう。ジンがアイドルであるだけでなく、忍耐と努力を惜しまない兵士であることを証明している。 HYBE の安定を取り戻し、BTS をさらなる高みへと導く人への期待は大きい。一方、HYBE は民秘人との対立を解決するための努力を続けている。HYBE は会社とアーティストの誠実さを維持し、真実を明らかにすることに全力を尽くしている。HYBE の安定を取り戻し、BTS をさらなる高みへと導く人への期待は大きい。一方、 HYBE は民兵人との対立を解決するための努力を続けている。HYBE は会社と所属アーティストの誠実さを維持し、真実を明らかにするために努力を続けている。ジンの復帰が近づくにつれ、アーミーと HYBE チームには楽観主義が戻ってきた。ジン自身は今後もベストを尽くし、 BTS がどんな障害も乗り越えられるよう手助けすることを約束した。